いよいよアジアカップ開幕が近づいてきました。連日いろんな報道が出てるみたいですね。そうだな。やはり日本代表がその話題の中心になっているわけだが、今回はその件についてやっていこう。森保監督がテレビ番組で語った世界が恐れる日本の強さやヨルダンとの強化試合についてもやっていくので、ぜひ最後まで見ていってくれよな。こんな感じのサッカー日本代表の話題についてやっているのでぜひチャンネル登録していってね。それでは早速、ゆっくりしていってね。それではまずアジアカップへ向けての各国の動きから見ていくとしよう。1月12日、AFC アジアカップが開幕する。カタールが開催地となる今大会、森保はじめ監督率いる日本代表は5度目の優勝を目指す。間もなく始まる熱戦へ期待が膨らむ中、日本をはじめすでに現地入りしている各国代表の様子が伝えられている。続々と各国カタール入りをしているようだな。いよいよ大会が始まる実感が湧いてきましたね。UAE メディアカリージタイムズも、自国代表チームのカタール到着を伝えるトピックを1月9日に配信。その中では、この大会での初優勝を目指す UAE 代表は、月曜日に大会前のトレーニングキャンプを終え、ドーハに向かった。と、チームの動向や、香港、パレスチナ、イランと対戦するグループリーグの日程などを記しているほか、ライバルとなるであろう他の出場国への見解も綴っている。ユルゲン・クリンスマン監督は、韓国が64年間続けているアジアカップのタイトル争いに終止符を打ちたいと公言している。カタールは、ワールドカップでの惨めな戦いの記憶を払拭しようと必死だ。などと、各国の大会への意欲なども紹介。さらに昨今、世界中から自国リーグに大物選手を招いているサウジアラビアについても、外国人選手の輸入が始まって以来、代表の主力選手の多くが出場機会に苦しんでいる。と同国の内情を伝えている。韓国は64年間一度も優勝がないのは意外だったな。言われてみればアジアカップって中東勢との試合に苦労してる気がするもんな。そうね。それなのに今回は決勝まで勝ち進んで日本と対戦するのが規定路線みたいな報道ばっかりしてるけど、その自信は一体どこから出てくるのか。ご自慢の S 級スターさんたちが大活躍するんだろう。彼らだけで日本代表と同等の力をお持ちらしいからな。韓国はグループリーグのヨルダン、バーレーンもなかなか厄介だと思うぞ。バーレーンなんて過去に日本とペナルティキック戦までも連れ込んでるからな。あの川口義勝の神がかり的なセーブがなければ危なかった試合よね。よく覚えてるわよ。現在の湾岸諸国は最先端のスポーツインフラで優位性を主張できるかもしれないが、東アジアにはアジアを代表する最高級の選手が存在する。そして、日本代表について言及。はじめ森保の続投となったサムライブルーは、優勝候補としてトーナメントをスタートすることになる。と評しており、さらに、森保監督は、選手としても指導者としてもアジアタイトルを獲得した最初の男になるかもしれない。と指摘、加えて、カタールワールドカップではスペインとドイツに目覚ましい勝利を収め、9月の親善試合でもドイツを4-1で破った。などと、昨年までの戦いぶりを振り返った。やはり、日本はライバル国のメディアからも高い評価を得ているようだ。しかし、過去の大会では予想外の展開が何度も繰り広げられており、現在連勝記録を更新中の日本にとっても、3大会ぶりの優勝は決して簡単ではないはずだ。24カ国によるアジアの頂点を争う戦いが、間もなく始まろうとしている。やっぱり日本代表は別格の扱いをされてるのね。これまでアジアカップの実績だったり、戦力の充実ぶりは他のアジア諸国とはレベルが違うもんね。まあ、そういう評価になってくるよな。そんな日本でも最後の優勝は2011年だ。13年前に遡るんだな。あのリタダナリのボレーシュートから13年も経つのね。そこから優勝から遠ざかってるんだ。やっぱりアジアは油断できないわね。一筋縄ではいかない厄介な相手が多いからな。東アジア勢より要注意は中東勢だろう。さらに今大会はカタール開催、中東勢のホームだからな。ガチガチに引いて守ってくるんでしょうね。それでもなんとかできたのが先日のシリア戦だけど、前半はさすがに厳しかったけどな。それじゃあ、みんなの反応を見ていこう。過去においても日本はいつも優勝候補筆頭だったと思うけど、今大会は今まで以上にそう見られているから、プレッシャーは結構あるね。優勝して当然と見られてるし、優勝すれば、アジアカップ最多優勝記録伸びるし、FIFAランク最大11位くらい行く可能性あるらしいから、ぜひ優勝してほしいですね。アジアカップにベストメンバーで挑むのはこれよね。FIFAランキングに影響するから負けられないのよ。FIFAランキングは2018年に計算方法が変わって下克上を起こすとより多くのポイントが入るようになった。逆に言えばランク下位に敗れると同じだけ多くのポイントを失うことになるんだ。日本はアジアではランクが抜けているから負けた時の損害は相当でかいんだぜ。その辺、前に動画にしたよね。この動画で詳しくやっているから、興味があったらぜひ見ていってほしいぜ。もちろんこのような大会は何が起きるかわからないのはこれまでと同じですが、今回はサムライブルーが頭一つ抜けている感じはします。
ここで連勝を重ねて優勝できてこそ、ワールドカップでの目標に実現性が帯びてくるとは思います。アジアでは引いて守られる立場だからな。この大会を通してそういう相手を崩す形を確立してワールドカップアジア予選に臨んでもらいたいな。優勝は絶対条件だからその上でいるものが欲しいよね。今までと格が違うほど強いと思う。過去は接戦が多かったが、それはボバックを崩さなかったこと、カウンター失点の多さ、タテポンのフィジカル負けが要因だと思う。今はボバックを崩せるこの力がある。カウンターを受けにくいビルドアップができる。フィジカルで勝てる。かつての日本がブラジル代表に対して思っていたように、相手国からするとドン引きして一発カウンター狙いでも勝機見出せないほどの戦力差だと思う。正直アジア諸国との戦力差は相当なもんだよな。特に今の日本代表の強みは両ウイングの強さにある。ウイングに突破力があるからサイドバックが無理に高い位置を取りに行く必要がないんだ。ウイングのところで勝ててしまうから守備に比重をかけれるってこと？そういうことだな。中東勢などが得意なカウンターサッカーを相手にしてよく起こるのが、前がかりになったところで奪われてサイドバックの裏を取られる状況だ。サイドバックが無理に上がらなければそういうリスクも減るってことですね。他にも様々要素はあるんだが、今の日本代表が強い要因の一つだと思うぜ。そんな日本代表の強さの秘密について森保監督が先日、とあるテレビ番組で語っていたので見ていこう。これは興味あるわね。単純な選手層の充実以上に何か秘訣がありそうよね。日本中を熱狂させた22年ワールドカップカタール大会から早くも1年が経過。親善試合でドイツとの再戦に快勝するなど快進撃を続け、先日1日の対戦でも勝利し代表歴代最強記録更新となる9連勝を達成。史上最強との呼び声も高い日本代表強さの秘密や、目指すべきこれからの未来を語った。森保監督はワールドカップカタール大会を振り返り、一言で言うと楽しく戦うことができました。勝つつもりでもちろん戦いましたけど、負けたとしても日本が今後ワールドカップでチャンピオンになるためにチャンピオンになった経験のある国と本気の戦いをして、我々が今どういう立ち位置にいるのか、何ができて何が足りないのかがわかりました。振り返ればドイツ、スペインと同組になって戦った経験は今の日本代表にとってとんでもない財産になっているよな。それに結果もついてきてしまったから最高よね。そして9月のドイツとの再戦ではワールドカップとは全く違った内容で圧勝することができた。間違いなく急成長しているな。ワールドカップでの2敗コスタリカ戦、クロアチア戦は残念ですが、今までにないくらい経験値が高まった気がするのですが。と問われると、森保監督は。おっしゃる通りです。技術力と組織力が高いのが日本の良さだと思っていますし、これからもアグレッシブに成長していければいいなと思います。スペインに勝った日本はすごかったとヨーロッパのある指導者の方からも言われたのですが、私としてはもっとスペインのようにボールを保持して勝ちたいと話したら、何を言ってるんだ？日本の良さって1対1の強さと粘り強さだろと。と、諭された経験を告白。この言葉を聞き。なるほど日本が粘り強く守備をする、いい距離感で守備をするということを世界が嫌がっているんだと。と再認識することができたと説明。世界が恐れる日本の粘り強さについて森保監督は。相手の嫌がることをチームで粘り強く、試合を通していろんな難しい受け身の流れもありながら我慢強く戦い、最後に流れを引き寄せて勝つことができるのが日本人の持ってるメンタリティと力かなと。なので、これからもいい守備からいい攻撃というのは絶対に忘れてはいけないですね。森保監督は守備に対して手を抜く選手は絶対に使わないという信念があるようだな。田中碧が戦外になったのはそんな信念からではないだろうか。攻撃陣も最前線でしっかりプレスをかけれる選手が選ばれてる印象よね。三笘も伊藤もしっかりディフェンスしてるもんね。ワールドカップドイツ戦の後半なんて、点を取りに行くために、三笘、浅野、南野、堂安、伊藤、鎌田と6人ものアタッカーが出ていて全員が手を抜かず必死にボールを追って守備したからな。世界を見渡してもこんなに全員が献身的なプレーをする国なんてなかなかないと思うよ。大抵の国は誰か一人くらい手を抜く選手がいるもんね。やはり日本人の献身性や粘り強さってのは世界に通用する武器になるんだな。それに選手個々の技術の高さ、戦術理解度なんかが積み重なった現代表は過去最強だよ。それじゃあ、最後にヨルダン代表との非公開練習試合について見ていこうぜ。直前でいい相手とマッチメイクできましたね。ここで中東のチームとやっておくのはすごくいい準備だと思います。森保はじめ監督率いる日本は、通算5度目のアジア制覇を狙う今大会のグループ初戦ベトナム戦を14日に控える。大会前、最後の実戦機会となったヨルダン戦では、ミッドフィールダー中村敬斗スタッドランス、ミッドフィールダー南野拓海エースモナコらの得点で6ゴールを積み重ね、6-1で勝利した。この試合は A マッチではなくユニフォームも着用しない完全な練習試合って位置づけだから、連勝記録に含めることはできないがこれで10連勝だ。しかも中村敬斗選手はこれで代表6試合で6ゴールね。三笘選手不在の不安なんか吹き飛ぶ大ブレイクね。
森保監督はこの試合で負傷中の三笘薫ブライトン、冨安健洋アーセナル、久保建英レアルソシエダを起用しなかったことを明かし、キャプテンのミッドフィールダー遠藤航リバプールに関してもプレイしていないと、一部の主力抜きで戦った事実を語った。しかも後半はメンバーを総入れ替えしているとのことだ。メンバーが不足したポジションにはトレーニングパートナーで同行している U19 の選手を出場させているらしいぜ。ヨルダン代表側のメンバー構成がわからないけど、それでこの得点差はえぐいです。これがヨルダン戦1本目のスタメンと思われるメンバー表だ。この先発メンバーがそのまま大会初戦となるベトナム戦に臨むかどうかは定かではないが、得点の推移や会見でも森保監督の口ぶりからして、ポジティブな戦いぶりだったことは間違いなさそうだな。怪我を抱える三笘選手や久保選手に無理をさせる必要がないことも、この日の試合で改めて確認できたかもね。5度目の優勝を目指す日本代表は、決勝までの道筋をしっかり見据えた上で準備を進めているようだ。万全な準備で臨んで最高の結果を出してもらいたいね。信じて応援するのみです。そんなところで今回の動画は終わりにしようかな。みんなは今回の件、どう思っただろうか？コメ欄で意見を聞かせてくれたら嬉しいぜ。動画が良かったら高評価、つまらなかったら低評価、どっちでも押してくれたら励みになるよ。こんな感じのサッカーの話題をやっているので、ぜひチャンネル登録して他の動画も見ていってくれよな。それではまた別の動画で、頑張れ日本。最後までご覧いただきありがとうございます。真ん中の丸いのを押してチャンネル登録もお願いだぜ。下の動画たちも見ていってくれると嬉しいです。あ、どうしよう、余った時間でじゃんけんする？顔しかないからじゃんけんはやめといた方が。最初はブンブンじゃんけんポン、バーイ。だからやめとけって。